どうも、外交寺です。今日も SR の修理をやっていきたいと思います。前回は車体からですねエンジンを下ろしたところで終わったんですけど、今回はとうとうこのエンジンをヘッドを開けてですね分解して不具合の原因を見つけていきたいと思います。まあ、僕みたいな素人が不具合の原因を簡単に見つけられるかって言ったら、まあ難しいと思うので、このサービスマニュアルを見ながら分解して、不具合の原因を見つけていきたいと思います。いやー、できれば年内には修理を終わらせて走れる状態にしておきたかったんですけど、結構難しいですね。まあ頑張ってやってみましょう。じゃあ早速エンジンの方を開けていきます。はい、じゃあシリンダーヘッドを開けていきたいと思います。まずはね、このケースを開ける必要があるみたいですね。ケースを開けてマグネット T マークをクランクケースの合わせマークに、クランクシャフトを反時計方向に回転させ圧縮上支点の位置に合わせると。圧縮上支点に合わせるんですね。よし、開けよう。よいしょ。ネジは全部外れました。ここだけネジが他と比べて長いんで、組み付けるときに気をつけた方がいいですね。長さが違います。長いネジはここですね。確かガスケットがあるんで、このガスケットも組み付けるときには注文しておかないといけないですね。よいしょ。クランクシャフトを反時計方向に回転させて圧縮上支点の位置に合わせる。マークを合わせるんですね。じゃあマークを合わせていきます。クランクケース側のマークはここにちょっと見える、ちょっと出っ張ったのが見えますね。これがクランク側のマークですね。クランクシャフトを反時計方向に回転させてマグネットの方のマークと合わせます。これを反時計方向に、ちゃんと矢印書いてありますね。これちょっと見えづらいかもしれないけど、こっちの方向に回すと。この作業はバルブクリアランス調整をするときにも必要なんで、このマークを合わせること自体はやったことがあります。でマークなんですけど、ちょっと見えづらいんですけど、このマグネットについてるこう線がついてますけど、見えますかね。マグネットに1本ピッと入ったマークとクランクケース側の出っ張りを合わせる、ここですね。はい、これで OK です。今クランクケース側のマークとマグネット側のマークがぴったり合ってる状態です。次はこのロックナットを緩めてカムチェーンテンショナーを取り外す作業をやっていくんですけど、これどうしようかな。エンジンの台がないとやっぱやりづらいですね。とりあえず倒してやっちゃいます。よっ、いちいち重いんだよね。ほら、ここですね。このロックナットを緩めてカムチェーンテンショナーを外すと。これ前回登場したこの整備のために購入したメガネレンチ、前回はドライブスプロケットのところ、ナットを外すために 32mm のこちらを使いましたけど、このカムチェーンテンショナーのロックナットは 27mm でぴったりです。ここね、硬いね。やっぱ車体についてないと回しづらいな。緩んだ。カバーが外れました。はい、取れました。はい、カムチェーンテンショナー外れました。続いてこのオイルのデリバリーパイプを外します。ここが 12mm のレンチ。
っちが17ミリのレンチ。いやとにかくエンジンがあのフレームについてないといちいちこのボルトが回しづらいですね。よし、外れました。はい、続いてこのシリンダーヘッドカバーを外すんですけど、今ここまでの工程でこの土台にしてた段ボールがちょっとボロボロで今自立しない状態なので、こいつをまた新たに段ボールの受け皿を作って自立させるようにして作業を進めていきたいと思います。はい、 OK、 これで自立させることができたんでシリンダーヘッドカバーを開けていきたいと思います。はい、今エンジンを真上から見てもらってます。で、このシリンダーヘッドカバーを外していきます。ここにキックインジケーター、ガラスの窓がついてますけど、これはキックでエンジンをつける時の、まあ、目安にするところなんですけど、このキックインジケーターがついてるこれ、ビュアープラグ、これも外していきます。開いた。裏はこんな感じ。ヘッドカバー開きました。あ、そうそう。ここね、キックインジケーター。これがビュアープラグですね。これ外れました。今ですね、シリンダーヘッドカバーを外して、ここについてたキックインジケーターのビュアープラグ。外したところです。でサービスマニュアルを確認したらですね、次はまずここちょっと見えないですけどね、上からだとカウンチェーンスプロケット取り付けボルトを外すと、次にこのチェーンの下カムスプロケットを外すと、そしてプレートを外して、ちょっとプレートっていうのはどこかわかんないけど、プレートを外してこのカムシャフトを外すと。じゃあやっていきますよ。カムスプロケット取り付けボルトはこれです。で、カムスプロケット自体はこれですね。これここ外していきます。よっ、マグネットをローターホールディングっていうので固定しないといけないんだな。固定しないと回っちゃうのか。どうすればいいんだこれ。お、回っちゃうな。どうすりゃいいんだこれ。うわー、これはね、そうか、このカムチェーンスプロケット取り付けボルトを緩めるにはこのマグネットをね、ローターホールディングっていうので固定しないといけないんだ。いやー、そんな持ってないもんね。緩めらんないかな。ローターを固定すりゃいいんだよな。いや、できるかな。ちょっといろいろ工夫してみて、このカムチェーンスプロケットのボルトだけ緩めたいですね。いろいろちょっと工夫してやってみます。
今シリンダーヘッドを開けてカムチェーンとかカムチェーンスプロケットを今度外していきたいんですけど、サービスマニュアルを見たらそのカムチェーンスプロケットを固定しているロックナットを緩めるには専用の工具がまた必要でした。それ用意してないんで今日はここで一旦終わりになっちゃうんですけど、その工具がマグネットを回転しないようにするためのローターホールディングっていう工具があるみたいで、それを使わないとカムチェーンスプロケットのロックナットを緩めることが難しいみたいです。なのでその工具を頼んで届いてからまた続きをやっていきたいと思います。でまた中途半端で申し訳ないんですけど、まあじっくりゆっくりマイペースで修理していこうかなと思ってます。次回はその工具を使ってまあカムチェーンとかそのカムチェーンスプロケットとかその辺を外してシリンダーヘッドごと外してことピストンの方を見ていきたいんですよ。で今回の不具合のエンジンの不具合の原因はピストンの方にあるんじゃないかなと思ってるんで、まあ、その辺重点的に見ていって不具合の原因を見つけられればなと思ってます。今日もまた中途半端なところで終わっちゃって残念なんですけど、よかったら次回の動画もご覧ください。ご視聴ありがとうございました。